今夜の D-SPO はスペシャルですよ。はい、スペシャルです。今週新シーズンがスタートした J1 ジュビロ磐田を大特集します。ということで早速ゲストをお呼びしましょう、はい、ジュビロ磐田の七海博史監督です。待ってました。よろしくお願いします。七海監督、よろしくお願いいたします。こうやってしっかりとご挨拶するの初めてですね。初めてですね。改めましてよろしくお願いいたします。やっと呼んでもらいましたね、この番組。あれ届いてなかったですか、ずっと出てきて。J1 に昇格した時でさえもう選手しかいなかったんです。あ、すいませんでした。他局はね、みんな呼んでくれたんですけど。あ、そうですか。みんなに呼んでもらってなかった。じゃあその分、もうとことん今日はディスプのために掘ってきましょう。喋ってください。ありがとうございます。はい、さあ監督、それではこちらをご覧ください。掘ってきますよ、掘ってきますよ。七海ジュビロ大解剖ということで、こちらのパネルをご用意しました。はい、まあ、期待の新戦力であったり、うん、選手から監督に聞きたい質問だったりとか。禁断の質問ってありましたよ。サッカーじゃないことも聞かれちゃうってことでしょ。何でもいいでしょ。何でもいい、何でもいい、大解放です。はい、さらにはライバルの清水エスパルスについても伺っていきたいと思います。さあ、まずはまずは今週月曜日に新体制がスタートしまして、七海監督こう話していました。目標トップ5を目指す。あら、昨シーズン6位ですよ。はい、控えめすぎませんか。まあ、そうかもしれないですけど、まあ、こうか不こうか6位だったわけですよ。ってことはまだ上に5クラブあると。そうですよね。で、まずミニマムの目標として5位以内を目指していこうという意味でのトップ5。じゃあ優勝っていうそんな高い目標ではなく、見えるところ、選手も、まあ、もちろん我々ももちろんサポーターも、まあ、こっそりそういうところは持っておくべきだと思うんですけど、はい、まずはね、あの一歩ずつ登っていくことは大事じゃないですか。で、確実に入っていくってことですよね。そうですよね。日本選手権優勝したことないのに。そうですよ。メダリストでしょ。直前の話はありがとうございます。はい、ですよね、はい、登って階を登っていくために大事なのが、登っていくのがトップ5でございます。そうですね、はい、スタートの目標に向け選手たちの思いを聞いてきました。ね、さらに気になる新加入選手も紹介します。どうぞ。今週1ヶ月ぶりに大久保グラウンドに戻ってきた選手たち、七海体制5年目、トップ5へそれぞれが目標を持って動き出した。このチームのために何ができるかというのを常に考えて、去年よりかは、まあ、口うるさくなるかもしれないですけど、ジュビロがこの先いい方向に向かうように仕事がないかなっていうのは探しつつ、サッカー生活していければなと思います。エース川又健吾は、いいコンディションを作って試合に臨むっていうのを続けて、まあ、それが本当にいい結果に結びつくんだなっていうのが、まあ、去年の篠介さんを見て思ったんで、まあ、一番大事かなと思います。今年はワールドカップイヤー、代表への思いを聞いた。まあ思いはありますけど、ここであのいい結果残せるのがジュビロのサポーターのためになることなんで、今自分が置かれてる環境でしっかりやった結果がそっちに結びつけばいいなと思います。そして新たに6人の選手が加入。即戦力として期待される新里亮と田口大志、ブラジル人が2人、ギレルメとモルベッキ、大学生の中野誠也、高校生の伊藤博樹が加わった。さあ早速補強について伺いたいんですけれども、6名入りましたけれども、はい、この補強というのは、まあ、ぶっちゃけうまくいったんですか。まあ、うまくいったと思いますね。あの適材適所で獲得に当たったんですけど、はい、まあ、やっぱり昨年レギュラーだった川辺があのレンタル先の広島に戻ると、はいはい、それから上田が岡山に移籍したと、うん、同じポジションから2人抜けたので、まずボランチが欲しいなという中で、まあ、田口、これはもう本当にいいターゲットだったと思うんですけど、まずボールを運べる、はいはい、それからゲームを作れる、それからインターセプトの数が多いんですよね。ということは守備の中で予測が早いと。なるほど。で、我々は高い位置でボールを奪ってやっぱりフィニッシュの時間っていうのを大事にしているので、田口っていうのはね、額面通りの活躍をしてくれれば勝ち点につながるだけのものを持っているんじゃないかなと思いますよね。はい、その田口選手もなんですが、 D スポが注目している選手が2人います。はい、こちらまずは名古屋グランパスから移籍した田口大志選手、ね、はい、さらにはこちらです、筑波大学から新加入、地元浜松出身の中野誠也選手です。ディスポのカメラに力強く意気込みを語ってくれました。背番号7、ミッドフィルダー田口大志26歳、
昨シーズンは名古屋グランパスで9得点を挙げ J1 復帰に貢献。日本代表の経験も持つ即戦力のボランチだ。全てにおいて新鮮ですし、すごく楽しみな部分が多いです。まあ、僕のプレーはすごく分析というかしっかり見てくれてるなっていうのをすごく感じましたし、この監督の下で新しい挑戦したいなっていうふうに思わせてくれたので、このクラブのために全力尽くしたいなと思ってます。そして背番号16、フォワード中野誠也22歳。ブレイクしたのは去年の天皇杯、筑波大学のエースで出場し、J リーグ相手に3試合連続ゴール、大学ナンバーワンのストライカーだ。中野はジュビロの下部組織の出身、大学時代もジュビロの練習着でトレーニング。ジュビロ愛は熱い。まあやっぱジュビロに対しての思いっていうのは自分の中で本当に強いんで、小さい頃から生スタジアムのバックスタンドで見ていた覚えもありますし、自分はジュビロに戻る気持ちはあったんで、早くピッチで表現したいなと思うんですけど、少しでも早く七海監督の人であるジュビロで結果を出せるように頑張ります。よろしくお願いします。さあ、Dスポではこの2名に、スポットを当てたいんですけど、まず田口選手から伺いたいんですけれども、これイケメンですね。そうですね、はい、女性ファンも取り込めそうですけれども、かもしれないですね。まず独身ですしね、はい、独身、はい、プレーとしてはどういったところに期待してますか。まあ、元日本代表なんで、やっぱり国際試合というのを、ね、基準に我々も判断させてもらったんですけど、はい、まあ、いいところは先ほども言いましたが、ゲームを作りながら、それからこの映像のようにフィニッシュまでしっかり絡めること、それからボールを奪う能力も非常に高いので、はい、先ほど言ったインターセプトもそうですし、まあ、独力でちゃんとボールを奪えると。ただ彼にとって課題だよと最初に話した時に言ったのが、ボールを取られた後に基準のスピードとか、それから攻守の切り替えとか、それからもう半歩もう一歩ボールに行き切るそのアプローチの速さとか、はい、そういうものはね、彼にもちゃんと獲得するといいと。さらに伸びしろもあるということですね。そして中野選手ですけれども、はい、ジュビロのユース出身ということで、はい、若い頃の写真もありましたけど、交流はあるんですか。もちろん中学生の時から、存在は知ってましたし、彼が高校時代には僕も練習に参加して、うん、彼のプレーの特徴をね、そうでしたか、よく理解してましたけど、やっぱり大学4年間でゴール前の動き出しの質とか、それからゴール前フィニッシュの思い、フィニッシュ精度じゃなくて、やっぱりシュートへの思いが非常に強くなって、まあ、それが大学時代数字にしっかり表れたと思うんですけど、まあ、彼も課題があるとしたら、アマチュア時代の数字なんて30点取ろうが100点取ろうが僕にとってはもうゼロだと思ってるので、まあ、プロってそれだけ違うものですから、ね、まあ、トップカテゴリーでいかに結果を残すかっていうのに執着してやってほしいなというふうに思いますね。まあ、昨シーズン の, ジュビロのプレーとしては俊輔選手を中心にパスを回すサッカーでしたけれども、はい、この新戦力を入れた上でどんなチーム作りをしていこうと考えてらっしゃいますか。もちろんベースは昨シーズンの、高い位置からボールを奪いに行く、はい、それからコンパクトなサイズを保つってことが大事で、そのいい守備からいい攻撃につなげたいんですけど、まあ、より田口が入ったり、それから中野が入ることによって、ボールも動くと思いますし、それから人も動くと思いますし、そのためにゴール前のスリリングな展開が増えるんじゃないかなと思ってますけど、はい、今シーズンさらに期待が高まります。ワクワクしますね。ここからはちょっとガラッと変えまして、はい、変えますか？Dスポ企画でございます。お待たせしました。監督に聞きたいを参りましょう。こちらですね、はい、選手たちから監督に気になる質問を聞いてきました。まずはこちら、ディフェンスリーダー大井健太郎選手、コツ丸々のコツ、はい、あることのコツを知りたいということです。これ私も気になっています。どうぞ。ディフェンスリーダー、ゲームキャプテンも務める大井健太郎、ジュビロ不動のセンターバックは昨シーズン大活躍、幾度となくピンチを救いリーグ最少失点という結果を残した。七海監督に聞きたいことがあれば。聞きたいことっすか。はい、聞きたいこと。悩んだ末に出てきた質問、なんだろう、それは昨シーズン終了後のあのセレモニーが関係していた。皆さんのお願いをください。ライトボールについてもいい。なんだ、ライトもついていきます。スタジアムが湧く絶妙な師弟関係を見せたが、七海さん、
いつもいつも僕の前に挨拶してますけど、七海さんの後の挨拶は大変です。トークの、秘訣を教えてください。よろしくお願いします。さあ、意外や意外トークのコツということですけれども、いや、あのコメント僕もしびれましたよ。もうついていきますって言っちゃいましたもん。あ、でもね、なんか思いつきを大事にして、でそれをこう言う決断力、勇気、なるほどね、これがもう全てだと思うんですよ。なんか現役時代ってそんなインタビュー答えてらっしゃらない印象があるんですけど。よくご存知で。マスコミ嫌いまではいかないんですけど、はい、いや、マスコミ嫌いでした。あ、そうなんですか、はい、対人恐怖症も多少持ってたので、なるべくこう人と接触しないように、接触しないように。だから新幹線移動なんかもうまずしなくて、ほとんど車で移動してる。へえー、そんな監督がなぜこんなにトークが達成になられたんですか。やっぱり人にね、あの物事を的確に、しかも簡略的に伝えるという意味では、はい、やっぱりしっかりとしたこうストレートな言葉、もしくはこう回りくどいわざと言い方をして相手にこう探らせたり、そういう駆け引きが大事だなっていうのが分かったので。ちなみにですね、大井選手、こちら将来は喋れる指導者になりたいと話していました。じゃあまさに奈良監督を目指していると。いや、なるんじゃないですか。キャラクター的にはそういう要素を持っていると思いますよ、はい、経験していきながら、人と触れ合っていきながら伸ばしていくんですかね、はいはい、さあ続いては2人目の質問に参りましょう。こちらです。もうね、川端健太選手、なんかぶんぶんできそうな感じしますよね。シルエットが嫌だったんですよ、監督に近いの上のシルエットがもう。そうか、あの坊主頭でちょっと、はい、予想もついてる、はい、出勤前の自宅を出る時のことを聞きたいようです。こちらです。昨シーズンの得点ランキング4位、ゴール前の暴れん坊川端健吾。リーグ戦全試合に先発出場、移籍1年目で14ゴールと結果を残した。半年後のワールドカップへ、熾烈な代表争いも待っている。現在28歳の川又、七海監督への質問で出てきた言葉は、結婚ってまあ、お、そっちか、結婚の、なんと結婚を考えているのか。いいことがないだ。いいことがないだ。プライベートに迫る質問、一体何？